はい、今日料理を作ります。斉藤昭夫です。サバにこれから塩をします。腹のところは身が薄いので骨をつけたまま塩をします。後腹骨を取ります。塩をして、でこの斜めにして水分、サバの水分が落ちるようにします。15分20分経ったら塩を洗い落とします。きれいに水気を取ります。今度は酢を注ぎ入れます。7分から8分になったらひっくり返します。腹骨と中骨をきれいに取ります。中骨を取るときには中骨の周りを人差し指、中指で軽く押さえて取っていきます。で、チェックしますね。はい、サバは好みに応じて柵を取ったりしていきます。本日は平作りにします。器に奇数に盛ります。レモンを添えて、好みでわさび、生姜などを添えてもいいです。